大阪大学大阪大学歯学部大阪大学歯学部付属病院大阪大学歯学部付属病院は大阪府水田市にある大阪大学歯学部付属の大学病院大阪大学水田キャンパスに位置する歯科専門病院である西日本最初の国立大学歯学部付属病院である2014年の患者数は歯科外来22万785名 歯科入院11908名である。大阪大学医学部附属病院から分離されて、設立した。a b 三大冬彦、第12章大学附属病院、歯科医学教育白書2014年版日本歯科医学、教育学会白書作成委員会委員長、桑田文幸委員、笠井和孝佐藤雄二、田口のりひろ、田中昭夫、沼部幸弘 高校保健協会、日本史海学教育学会雑誌別冊、東京都豊島区、2015年12月20日、第1版、139から145ページ。ISBN 978から4から896053159。虫89度 BB01485336.ABC、歴史。大阪大学史学部附属病院。 2021年6月9日閲覧診療を支える部門大阪大学士学部附属病院2021年6月9日閲覧大阪府医療機関情報システム大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課2021年6月9日閲覧先進医療を実施している医療機関の一覧先進医療の概要について 厚生労働省。2016年2月14日閲覧。ABC、京阪神近郊からの交通アクセス。大阪大学士学部附属病院。2021年6月9日閲覧。ありがとうございます。